1986年に登場したゲーム史に残る傑作、ゼルダの伝説。アクションアドベンチャーの礎を築いた本作は、現在に至るまで多くのシリーズ作品を生み出し、ゲーム業界に多大な影響を与えてきました。任天堂を代表する本シリーズはどのように生まれ、いかにして愛される作品となったのか、そしてゼルダらしさとは。今回はゼルダの生みの親である任天堂代表取締役フェロー宮本茂さんの半生をたどることで、ゼルダの伝説、真の姿に迫ります。1951年、ウォルト・ディズニーによる不思議の国のアリスが公開。その翌年、1952年11月16日に、やがてゲーム界のウォルト・ディズニーと称される人物が誕生します。 It's me!宮本茂さんが生まれたのは、京都府のほぼ中央部に位置する自然豊かな町、園部。かつて城下町として栄えたこの土地で、幼き日の宮本さんは田んぼで遊び、山や渓谷を探検するなど、自然の中で成長しました。中でも、ハイキングに出かけた山頂で大きな湖に遭遇したり、森の中で見つけた洞窟をランタン片手に恐る恐る探検したことは、宮本さんの脳裏に強く刻み込まれます。幼少期に自然の中で体験したことや、そこで培われた感性が後のゲーム作りに多大な影響を与えている。宮本さんはそう振り返ります。幼少期は人形劇団に入るのが夢だったという宮本さん。紐や木片からおもちゃを作ったり、自作の人形を使って近所の子供たちを楽しませていたそうです。その背景には、当時放送されていた人形劇チロリン村とくるみの木や、ひょっこりひょうたん島の影響があるとのこと。後に宮本さんは冗談めかして話します。ひょっとするとドンガバチョの存在がマリオのデザインに影響を与えていたかもしれません。1965年、中学生になった宮本さんを夢中にさせたのは、手塚治虫や赤塚不二夫らによる漫画。いずれは漫画家になりたい、そう考えるようになった宮本さんは、学校内に漫画クラブの設立を目論みます。ところが、当時在籍していたバスケ部の上級生がこれに激怒。運動部と文化部を掛け持ちすることに反感を買ってしまったのです。最終的に宮本さんは、せっかく掴んだバスケ部のレギュラーを捨てて、中学3年間の情熱を漫画へ注ぐことを決意します。しかし、その先には残酷な現実が。来る日も来る日も大好きな絵に打ち込む宮本さんでしたが、やがて自身で設立した漫画クラブに集う仲間たちとの間に大きな実力差を感じ始めたのです。宮本さんは、生まれて初めて味わう深い挫折感に、彼らについていけなければ未来はないと悲観。ついには漫画家への憧れに蓋をしてしまいます。そんな時に宮本さんを救ったのがビートルズ。兄弟からその存在を教えられた宮本さんは、徐々に音楽へ傾倒してゆき、高校生になると軽音楽部へ出入りするようになります。後にこのビートルズのメンバーからサインを求められる立場になるとは、この時の宮本さんは知る由もありません。なお、この時から始まる音楽に対する好奇心は、 Wii Music というゲームソフトの開発に生かされることになるのですが、それはまた別の話。その後、人気があるという理由から、一度は工学部へ進もうと考える宮本さん。しかし、心の底でくすぶっていた絵を描くことへの情熱が再び燃え上がります。最終的に工学と美術双方の側面を持つ工業デザインの専攻を志望し、金沢美術工芸大学への進学を決めるのでした。宮本さんは大学時代の自身をアーティストとして落ちこぼれていたと語ります。とはいえ、担当教授の評価は異なっていたようで、講義に取り組む姿勢が独特だったためか、普通に就職するのではなく、アクセサリーデザイナーにならないかと勧められるほどだったとか。しかし、当の本人はクラフトの分野よりも大量生産品のデザインに興味があったこと、さらに個性的なおもちゃを数多く発表する社風に興味を惹かれ、任天堂への入社を志望します。会社にリクルートの電話をしたんですよね。そしたらね、インダストリアデザイナーは別に募集してないって言われたので、無理やりその面接をしてもらうように。それで開発の部長さんに直接自分の作品を持って行って会社に入りました。1977年、宮本さんは任天堂でのキャリアをおもちゃやカルタのデザインからスタートさせます。すると翌年、インベーダーブームが襲来。これを受けて任天堂でもアーケードゲーム事業に力を入れることが決まると、宮本さんはシリフやスペースファイヤーバードといった業務用ゲーム機の筐体のデザインを任されるようになり、1979年に発売したスペースフィーバーでは、筐体だけでなくキャラクターデザインも担当するなど、徐々にデジタルゲームの領域に活躍の場を広げていきます。そして入社3年目となる1980年、宮本さんにとって、ひいては任天堂にとって重大な転機となる
ある事件が発生します。その年、任天堂は海外展開を図って米国法人任天堂オブアメリカを設立。初代社長に山内社長の娘婿である荒川実さんを据え、任天堂は米国市場進出の足がかりとしてレーダースコープという業務用ゲーム機を輸出します。しかしこのマシンが全く売れなかったのです。テクノロジーの面白さに酔いしれてしまった。このように振り返るのは当時開発を担当した上村正幸さん。技術を追うことに夢中でコスト管理が甘くなってしまったこと、さらに米国への輸送に時間がかかったために筐体が到着する頃には市場がシューティングゲームに飽きていたことが影響し、3000台の製造に対して2000台もの在庫を抱えてしまいます。そこで白羽の矢が立ったのが宮本さん。売れ残った基盤を使って新しいゲームを作ってほしい。米国法人からそのように依頼を受けた任天堂本社では、誰に新しいゲームを作らせるかという会議が開かれることとなり、この時宮本さんを推薦する声が上がったのでした。その声の主とはゲーム&ウォッチの生みの親、横井軍平さん。横井さんは米国法人の窮状に際して、これまでのように技術者がゲームを作るのではなく、デザイナーやアーティストがリードしていくことで新しいゲームができるのではないかと提案し、以前からゲームウォッチで一緒にポパイを作らないかと口説いていたクリエイティブ課に在籍する宮本さんを指名。こうして開発部隊のエースから声をかけられた宮本さんは、その後横井さんと師弟のような関係を築きながらゲーム開発の道へ踏み出すこととなります。レーダースコープに代わる新たなゲームの内容について、宮本さんはゲームウォッチの新作として開発を予定していたポパイとその彼女オリーブ、そして恋敵となるブルート、この三角関係をモチーフにした企画を流用しようと考えていました。しかし版権の問題をクリアできず、突如としてポパイが使えなくなってしまいます。そこで横井さんは新しいキャラクターを描いてみたらと宮本さんに提案。こうして誕生したのがマリオです。マリオのデザインは 16×16 ドットでキャラクターを表現しなければいけないという制約から生まれたものでした。口の表現を省略するためにヒゲと大きな鼻を描き、髪の毛の複雑なアニメーションを避けるために帽子をかぶせ、移動時のアニメーションを強調するために体と腕の色が分かれるオーバーオールを着せるなど、マリオはまさに工業デザインを学んだ宮本さんらしい機能に従ってデザインされたキャラクターと言えるでしょう。なおマリオと正式に名付けられたのは自作ドンキーコングジュニアから。当初は今後自分の作る全てのビデオゲームに登場させたいという宮本さんの思いからミスタービデオと呼ばれていましたが、後に米国法人の貸倉庫のオーナーであるマリオ・セガール氏に似ているという理由から現在の名前に改められました。こうしてポパイに代わる主人公マリオを操作して敵役となるペットのゴリラにさらわれた恋人を救出するゲームドンキーコングが完成すると、ロムを差し替えた店舗で途端に売り上げが倍増。評判を聞きつけた様々な店舗から注文が殺到し、倉庫に眠っていた2000台もの在庫を約1ヶ月でさばき切ることに成功します。なお本作は画面上だけでストーリーを伝えることに成功した最初のゲームと言われており、補足のマニュアルやテキストに頼らずともプレイヤーが自然に理解できるようにデザインされていました。例えばゴリラが女の子を連れて画面の上へ逃げていくという演出や、ジグザグに足場が並びその上にゴリラが待ち受けるというステージのデザインから、プレイヤーが次に何をすればいいのか、なぜそれをしているのかをおのずと理解できるようになっています。これもまた工業デザイナーとしてのバックグラウンドを持つ宮本さんならではの技であり、技術者ではなくデザイナーやアーティストがリードするというゲーム制作の方法が徐々に浸透するきっかけにもなりました。宮本さんはその後もヒットを量産。ドンキーコングジュニアやマリオブラザーズなど立て続けに人気タイトルを生み出していきます。一方で山内社長の判断により、任天堂は徐々にアーケードゲーム事業から撤退。その代わりを担ったのが家庭用ゲーム機事業です。1983年にファミリーコンピューターを発売すると、任天堂はその年に情報開発部を新設。100人の盆栽より1人の天才という山内社長の考えから、任天堂のゲーム作りにおける中心人物として宮本さんは情報開発部開発課長に任命されます。若くして一部門のリーダーとなった宮本さんは、その後の任天堂の核となる家庭用ゲーム機事業を牽引。先に述べたドンキーコングやマリオブラザーズの移植をはじめ、新規タイトルのデビルワールドやエキサイトバイクなどを開発し、ファミコンの黎明期を支えていくのでした。1984年12月、任天堂はカートリッジよりも大容量でデータの保存もできるディスクメディアへの移行を計画します。
これをきっかけにファミコンカセットの集大成として作られたのがスーパーマリオブラザーズです。そのドンキコンからやってきた一番自分のメインにしてきたジャンプをして、でプレイヤーがいろんなところを進んでいくというゲームの技術的に最高のものを作ろうと、全部のノウハウを突っ込んで作ろうとというのがきっかけなんですよ。宮本さんがディレクターを務め、アシスタントディレクターには1984年に入社した新人デザイナーの手塚隆さんが、音楽には手塚さんと同期入社で音楽系社員の第1号である近藤浩二さんが、プログラマーにはファミコン黎明期から任天堂と協力関係にあった株式会社 SRD の中郷俊彦さんなどが加わり、ごく小規模な編成のもと開発がスタートします。そして1985年9月、わずか10ヶ月の開発期間で発売を迎えたスーパーマリオブラザーズは、社会現象ともいえる空前の大ブームを巻き起こし、ファミコンおよび家庭用ゲーム機の存在は瞬く間にお茶の間に浸透していくのでした。その後、スーパーマリオブラザーズは世界累計4024万本の売り上げを記録し、世界一売れたアクションゲームとしてギネスにも認定。宮本さんは当時の状況を次のように振り返ります。それまでに毎年100万台以上売り上げていたファミコンは、すでに大成功を収めた商品と考えられていましたが、今振り返ればスーパーマリオブラザーズが発売して、そこで初めてファミコンが流行ったということになります。それまではごく一部のおもちゃ好きが買っていた機械でしたが、本作によって初めて世の中全体がビデオゲームをするようになりました。本作の登場はビデオゲーム史上に残る最もインパクトの大きい出来事といっても過言ではありません。しかし驚くべきことに、スーパーマリオブラザーズの開発チームはこの爆発的ヒットの裏でもう一つの傑作を並行して開発していたのです。そのタイトルこそゼルダの伝説。1984年スーパーマリオブラザーズの開発が進められる一方で、宮本さんは同時に別のゲームについても熟考していました。先に述べた通り、任天堂はカートリッジに比べてより多くのデータを扱うことのできるディスクシステムへの移行を計画しており、この周辺機器の発売に向けて主力となるゲームの開発が必要とされていたのです。宮本さんはまずディスクシステムのデータを書き換えられるという特性を生かし、2人のプレイヤーが仮想の迷宮を作り、それぞれがお互いの作った迷宮を探索するというゲームに可能性を見出しました。しかしプロトタイプを使ってみると、多くの人から作るよりも探索する方が楽しいという意見が寄せられます。そこで宮本さんは本作の遊びを探索に限定。こちらは環境を作ると、で遊ぶ人は自分のクリエイティビティを楽しむと。ただね、やっぱり問題を作るっていうことは問題を解くよりもずっと難しいんですよね。うまく調整すればエンターテインメントになるし、うまく調整できないと何か研究のようなものになってしまうし。なお、この時模索したプレイヤーがコンテンツを作るゲームの可能性は、30年後にマリオメーカーという形で昇華されます。こちらはゼルダの伝説の初期段階の企画書。プログラムを担当した中郷さんは当時を次のように振り返ります。まずダンジョンの仕組みから作り始めまして、画面に5つくらいの山があって、その中に入るとダンジョンがあるという、それだけのシンプルなものだったんです。インスピレーションの元になったのは宮本さんの少年時代、森の中で見つけた広く暗い洞窟をランタン片手に恐る恐る探検した時の記憶です。さらにインディ・ジョーンズなどの冒険映画の流行も後押しとなり、プレイヤーの未知の感覚と冒険心をくすぐるような体験を目指して、新規アドベンチャーゲームの制作が始まります。なお、後に宮本さんは当時パソコンに登場したあるゲームの存在もインスピレーションに影響を与えたと述懐しています。それはウルティマやブラックオニキスなどのロールプレイングゲーム。宮本さんはこれらの作品を楽しんでいるプレイヤーが、俺の剣士はこれだけ強くなったと自慢げに喋っているのを見て、人は成長することを楽しいと感じるという点に着目。これにより冒険の過程で武器や道具を見つけて成長をしながら新たな困難に立ち向かうといった遊びの基本構造を作り上げていきます。さらにディスクシステムのデータが保存できるという特性に注目した宮本さんは、ゲームの舞台をスーパーマリオでも実現した箱庭に設定することで、冒険を通じて自分のディスクの中の箱庭やキャラクターの状態が成長していくというシステムを構築するのでした。こうしてゲームの核となる遊びが磨かれていくと、宮本さんたちはゲームの筋書きや設定についてイメージを共有していきます。一人のヒロインとヒロインをさらう悪役、そしてヒロインの救出へ向かう主人公、大まかに言えばドンキーコングやスーパーマリオと共通するおなじみの筋書きではありますが、ある時点から
ドクタースランプやドラゴンボールなどのアニメ番組に携わった脚本家照井啓二さんの協力を得て、中世ヨーロッパの紛争をモチーフにしたシンプルながら味わい深いストーリーへと磨かれていきました。なお主人公の名前リンクについての由来は諸説ありますが、フランスのゲームメディアゲームカルトが行った2012年の取材において宮本さんは次のように紹介しています。これはあまり知られていないエピソードですが、ゼルダの伝説を作り始めた頃、このゲームは過去と未来の両方でシナリオを展開する予定でした。そこで主人公はそれらの世界を行き来できる存在だったことから、ゲームの設定を象徴するリンクという名前にしたんです。またゼルダの由来は小説家スコット・フィッツジェラルドの妻にちなんだもの。本作のプロモーションを依頼したプランナーがゲームのストーリーブックを作ろうという話を持ちかけた際に、アメリカの小説家の奥さんにとても有名な人がいてゼルダという名前なんですと提案したことがきっかけとなっています。余談ですが、俳優のロビン・ウィリアムズさんはゼルダの伝説の熱狂的なファンであることから、娘の名前をゼルダと名付けています。その後娘のゼルダさんもゼルダ好きとして育ち、親子でゼルダの伝説の CM に出演するなど、本作との間に深い縁を持っています。ゼルダの伝説について宮本さんは、マリオとは正反対のものにしたい、そう考えていました。マリオがスタートからゴールまで直線的なデザインで、プレイヤーが次に何をする必要があるかを明確にしたゲームであるのなら、本作ではプレイヤー自身にどこへ行き何をすべきかを考えてもらう遊びを実現したいと考えたのです。このことから、当初は独立するダンジョンを冒険するというシンプルな内容だったものが、やがてそれらのダンジョンは広大なフィールドマップに点在する一部のエリアで、いずれのダンジョンから探索するかはそれぞれのプレイヤーに委ねられるというデザインへ変化します。これにより本作はいわばオープンワールド的な、プレイヤーが自分の意思で進むべき道を決める自由度の高いゲームへと生まれ変わるのでした。しかしこのようなゲーム性に社内の人々は猛反発。どこにゴールがあるかわからないゲームなんか売れるわけがない。当時の任天堂は遊びの構造をわかりやすく表現したドンキーコングなどのタイトルが成功を収めており、あえてその路線から外れることは好ましく思われなかったのです。もちろんそれらの衣装を施した宮本さん自身も新しいゲームが受け入れられるかを不安に思っており、その心境を次のように振り返っています。ゼルダの伝説は私たちにとって初めて次に何をすべきかを考えさせるゲームだったので、とても緊張したのを覚えています。ユーザーが新しいコンセプトのゲームに退屈したりストレスを感じたりしないか心配だったんです。こうした緊張感は先に発売したスーパーマリオブラザーズが世間に受け入れられるほどより大きなものとなっていきました。どうすればゲームの目的が伝わるだろう。そこで宮本さんは大胆なアイデアを思いつきます。それは主人公リンクから剣を奪い取ってしまうこと。そしてスタート地点に誰もが入りたくなるようなホラー穴を設置し、そこに足を踏み入れると中にいる老人が剣を授けてくれる。これによってプレイヤーはただ先へ進むのではなく、自ら怪しい場所を探索しなければならないという本作独自の要素をゲーム開始時点でおのずと理解できるようになったのです。しかしこの全く新しいゲームが直面した問題はこれだけではありませんでした。その一つがハードウェアの問題。ファミコンのスペックの制約により、優れたアイデアを思いついたとしても実装することが困難だったのです。後に宮本さんは次のように振り返ります。もっとやりたいことがあったんですが、ハードの性能上積もりが多かったんです。本当は色を書き換えただけなのに水がなくなった積もりとか、実際には小さな木を燃やしてるんだけど大きな木を燃やした積もり、そういうのが多かったんで、スーパーファミコンのゼルダでは実在感を出したかったんです。また開発過程でも大きなトラブルが発生。手塚さんのミスによりダンジョンマップのサイズが本来使われるはずの半分のデータしか使われていなかったのです。この問題は宮本さんの起点により、未使用のデータ領域を利用して高難度の裏ゼルダを制作することで解決しますが、それでも入社1年目の手塚さんにとっては血の気が引くような出来事だったのではないでしょうか。さらに音楽面でも問題が発生しました。近藤さんはオープニングテーマにモーリス・ラベルのボレロを使用することを計画していましたが、リリース直前になって楽曲の著作権がまだ消滅していないことが判明したのです。ディスクシステムのローンチタイトルである本作は発売日を変更することができず、近藤さんは徹夜でオープニングテーマを新しく作らなければなりませんでした。そこで完成したのが地上用の BGM をアレンジした勇ましいテーマ曲です。
開発チームは危機を切り抜け、冒険の始まりにふさわしい音楽が誕生しました。しかし、リリースを見送る危険があったという事実は、チームにとって深刻な教訓となったに違いありません。1986年2月21日、さまざまな問題に直面しながらも、ついにゼルダの伝説は発売を迎えます。そして宮本さんたちに安堵の瞬間が訪れました。開発陣の抱える新しい遊びが受け入れられるかという心配をよそに、ゼルダの伝説はファミコン史上第6位となる売り上げを記録し、世界中で650万本以上も販売されたのです。この成功により、ゼルダの伝説はアクションアドベンチャーという新しいジャンルを確立し、その後も数多くのシリーズ作品を生み出し、ゲーム業界に多大な影響を与えていくのでした。そして2019年6月、その発表は突然でした。ブレスオブザワイルド続編開発中。それから4年の時を経て、2023年5月、世界中が待ちわびたゼルダの伝説最新作ティアーズオブザキングダムがついに登場します。前作ブレスオブザワイルドのテーマはゼルダの当たり前を見直す。その背景には、シリーズを重ねるごとにシーケンシャルになりすぎたゲーム性を初代ゼルダの伝説まで原点回帰することで、もう一度あの自由なゼルダを取り戻そうという考えがあったといいます。つまり続編となる今作もまた、宮本さんがゼルダの伝説で目指したプレイヤー自身がどこへ行き何をすべきかを考える能動的な遊びを体験できるのではないでしょうか。初代ゼルダの伝説の発売から今年で約37年、本シリーズはいつの時代においてもアクションアドベンチャーゲームのトップを走る存在として、多くのクリエイターに影響を与え続けています。遊び方にパテントはないわけです。これはインベーダーゲームの類似作品が多数発表された時期に、任天堂の山内元社長が残した有名な言葉です。そしてこの言葉の通り、ゼルダライクと呼ばれる作品やゼルダにインスパイアされたと公言するタイトルはいくつも登場しています。しかし宮本さんは次のように語っています。で、僕はやっぱりゼルダが面白く評価されるようになった本当の理由っていうのは、独自のオートカメラシステムであるとか、オートジャンプとか、アイテムの新しいシステムとか、さっき見せたムービーとか、豪華なボス対戦とか、そういうところにはないんじゃないかなって思ってるんです。これはこの後からどっかで例えば誰かが作るゼルダのような機能を全部持ったゲームが出てきても、それはゼルダの伝説じゃないということから見ても当然のことだと思います。それではゼルダをゼルダたらしめる要素とは一体どのようなものなのでしょうか。ゼルダらしさとは何か、その問いに宮本さんは次のように答えます。お客さんをバカにしていないこと。お客さんは普通のことはちゃんと全部考えるし、理不尽なことがあれば普通に怒る。だからそういう普通のことが要素としてきちんと収められているのが基本で、そこが乱れていると、これはゼルダじゃないねということになる。そういう時に僕は違うというわけです。こうした宮本さんの考えは後進にも受け継がれており、本シリーズのプロデューサーの立場を受け継ぐことになる青沼英二さんは、宮本さんから叩き込まれたゼルダらしさの例を次のように紹介しています。夜中にリンクがボム屋に入り、店員に話しかけたとします。そこで店員がいらっしゃいと答えるのは NG。 そうじゃなくて、お前は子供だろ、ここはボム屋だ、お前のような子供が夜中に一人で来るところじゃないぞと語りかけるのが宮本さんの考える正解です。このようなやり取りを通じて、プレイヤーにリンクが子供であることを再認識してもらう。これによってリアリティを感じてもらうことができるんです。もう一つの例として、青沼さんは謎解きが成功した時のチャイムを鳴らすタイミングにも言及しています。例えば壁際にボムを置いて、その爆発によって新たな道が見つかるシーンがあった場合、ボムが爆発したタイミングでチャイムを鳴らすのと、煙が収まって新たな道が見えた瞬間にチャイムを鳴らすのとでは、後者がゼルダらしいと言えます。ボムが爆発した段階ではボムの煙でどんな変化が起きたかプレイヤーは分かりません。でも煙が収まってからチャイムが鳴れば、変化に気づくのと同時に謎解きが正解だったと分かる。そのためよりリアリティが増すんです。シリーズ初の 3D 作品時のオカリナで登場した看板の仕掛けも、こうしたゼルダらしさの象徴と言えるかもしれません。剣を横に振れば看板は横に切れ、縦に切れば縦に切れる。そしてその切れ端が水に落ちれば水面に浮かぶし、波紋が広がる。写実的な映像表現がもたらすリアリティとは異なる、現実世界の断りやプレイヤーが共有する記憶や過去の体験に寄り添うことで生まれるリアリティこそ、ゼルダらしさの正体と言えるのではないでしょうか。
もちろん先に紹介した仕掛けはそれだけでゲームの魅力を形成するわけではないと思います。しかしこれらの仕掛けがもたらすリアリティを至るところに散りばめて、プレイヤーの好奇心や想像力に一つ一つ報いて信頼関係を築いていくこと、つまりお客さんをバカにしないことで、プレイヤーたちはこうしたらどうなるのか、あそこには何があるのだろうと、より能動的にゲームを楽しみ、その世界に入り込んだかのような没入感に浸ることができる。そしてそんなリアルな手触りの中で現実を超える驚きや達成感を得られること、それが多くの人にとってゼルダの伝説が特別なゲームであり続ける理由なのかもしれません。宮本さんや歴代の開発者たちが築いてきたゼルダらしさは必ずや今後も受け継がれていくはずです。次回作ティアーズオブザキングダムでは一体どのような感動が待っているのでしょうか。それを体験できる幸運な未来に向けて、今はただ期待を寄せたいと思います。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではいつまでも心に残るようなゲームを深掘りして、遊ぶだけでは気づけなかった魅力やバックストーリーなど、大好きなゲームの新たな一面をお届けすることを目指しています。この動画を楽しんでいただけた方は、ぜひ概要欄にある他の動画もチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ひねるでした。